諸夫孫家庭筆。孫家庭は、初等の農所家として著名。扶養の人で、地を、県令という、官は、立不六寺三軍になった。孫家庭の母子に記されたところによると、四十歳頃に、任官したが残言を受けて退き、貧困と病苦の中に、落葉の職業里で没したとある。諸は二王を学び、臨母に優れ総書を得意とした。諸夫、奏書、 戦時門は、その代表作である。諸父は、水教三年、孫家庭自ら表した書論で、著者自身が書いた親戚が、台北国立呼吸博物院に所蔵されている。最初の行に、諸父巻上暮れ軍孫家庭戦、最後の行に、水教三年移し木とあり、全文369行で3727字、ある。巻の前後には、生は、 戦は、創流の印があるが、これは、起想の肝臓印である。書父は、王義師の十七条と共に、創書の代表的な古典である。孫家庭は、王義師の書法を継承し、さらにその書法を発展させた。今も、なお、書父が重要とされるのは、王法の忠実な継承策であると共に、書論としての内容の見識の高さにある。その内容は、 大義氏をはじめとする諸人の比較、過去の諸論の批判、諸の本質、諸の表現方法など多岐にわたるが、すべて諸家としての経験からの論である。最後に、大徳したことを非することはしない。と印るを得ている。巻きに、今、戦して六辺とし、若ちて両巻となす。とあるが、関東に、諸夫巻神とあって、巻したという表題がないため、この他に、 巻下があったのかどうか学者の間に論議を読んだ。最近の学説では今は一巻につなげられているが元は二巻に分層されていた。と見られている。これについて西林昭一は以下のように述べている。現行書譜前編で完全に六章より構成されている。その分断と各編の周囲は試験によれば次の通りである。書譜の国本としては 宋国の摂氏本、大政老長本、明国の天雲木官本、本、玉遠道長本、清国の安禄村元、三木道法上本などがある。摂氏本は、元悠2年、加藤の摂商法が刻したので、元悠本の遺書がある。起礎の大官3年に、大官町が完成した頃に、書譜と17条も刻して、比較俗上全10巻と共に、 大政老町22館とした。民に入って、帝雲館長、玉園道町に国入りされたが、帝雲館長では、前半を大政老町本から取り、後半を親戚本から取っている。聖長になって秋が、親戚本全館を得て、天心で国したのが安六村元である。親戚は、その後、県立帝のナイフに増され、さらに、三木道法上に国入りされた。 水京二年の書で、よきよし最長と、す妙みょに収録されている。よきよし最長本は、本文九十八行で、最初の行に、千字文と、兄弟し、最後の行に、水京二年写しき、家庭の歓喜がある。アザ大は二センチメートル強。よきよし最長本の作者である、クレテーは、当大には、これに勝る草法はない。と絶賛しているが、米仏などは、 その書ははるかに書譜に及ばない。と言っている。別人のような筆跡でもあり、損家庭の書であるか疑問もある。また、当人の臨者本とされている別の草書千字文、千字文第五本が両寧省博物館に所蔵されている。ありがとうございます。